はい、おはようございます。谷尾くんです。おはようございます。どうも。今日の釣りにかける意気込みをちょっと一言お願いします。意気込みですか？はい、まあ一番釣ってやろうかなと。おー、なるほど、はい、目標何匹ですか？目標ですか？釣り堀どのくらい釣れるのかわかんないですけど、とりあえず2桁いってみたいですよね。ああ、10匹、はい、あ、ちょっと12時なんですけど、なんとこの待ち合わせ時間になってもらったので、まだ2人しかいませんね。おはようございます。おはようございます。プリヤです。あ、どうも。こんにちは、タニアです。タニアさん、プリヤさん、それ釣りする格好これいや、釣りするのがちょっと旅人っぽい今日イメージできたんですよね。あ、釣り師っぽい感じ、ラッキーみたいな感じで。釣り師っぽい感じ。まだ勇気来ないですよ。来てないじゃん、全然。で、ユウさんは電話出ないんで、電車か まさかのネジ。出発ですけど、どうですか？いや、楽しみですね。楽しみ。釣り魂が湧いてきますね。そうですか。そうですね、僕は釣りで言うと14年ぶりぐらい昔はよく川口湖、出身山梨の川口湖バスフィッシング行ってますね。ですね。ああ、大物ですね。ああ、なるほどね。ちなみに対する谷岡はどちらを見てるんですか？大物と大量と。数でいきたいと思います。あ、大量で、はい、なるほど。ちなみに谷岡君、釣りはどのぐらいやったことあるんですか？中学生頃なんで、14年くらい前です。14年ぶり。その時はどこ、何釣りだったんですか？海ですね。ああ、なるほどね。その時も結構釣れたの？14年前は。釣れない時はやっぱり1日通してもゼロもありましたし、1匹とかもありましたけど、ああ、ね、釣れる時はまあ2桁とかは。ああ、友達と？お父さんと？友達とです。ああ、友達と行ってて、お父さんとかはやるの？お父さんはやらないですけど、おじさんが好きでやってたんで、連れてってもらって、自分も覚えた感じです。なるほどね。で、今日頑張りましょう。はい、お願いします。はい、関屋到着です。着きましたね。着きましたね。決戦の地関屋。ああ、なるほど。ちょっと古谷と名前似てるよね。古谷と関屋が。そうですかね。そうですかね。サイトに困ったんですけど。あ、安倍さんいらっしゃいました。あ、おはようございます。よろしくお願いします。場所わかる？場所わかります。あ、じゃあ見てきました。見てきたんですか？結構いますか？でも全然人いない。2人ぐらい。あ、ブーム来てますね、これ。え、ブームが来てます。2人ぐらいしかいなかったって言ってるのになんでブーム来てるって。そうですね、ここにフットサルコートがね、ありますけど。あ、すごい。ハーフパイプとかあるじゃないですか。スケボーですか？スケボー用のハーフパイプとかもありますね。スケボーチャリとかですね。あ、そこです。隣、ここは。あー、ありましたね、釣り堀。あったありました、スーパーフィッシング。見れないんですけど。